子供の頃から私は特別だと言われてきた。大いなる力を秘めていると。新たな知識を求め、私はイシャリサンクタムに来た。しかし同志たちは真実を恐れていた。彼らから学ぶものは何もなかった。しかし、古の書の予言には未来の出来事が、そして私の未来の姿が記されていた。その時、天から流星が落ちた。これは兆し、時が来たのだ。西へ、トリストラムへ行こう。星が運んできた闇を払うために。
そして私を導く運命を見届けるために。ここは死の匂いがする。流星は近い。予言に従い、この地に流星を探しに来た。流星は古い大聖堂に落ちた。生き残ったのはリア一人だけだ。話を聞いてみるといい。シャンフォード隊長、また奴らが来ます。連中を何とかしないと門は開けられないぞ。リアなら子牛の末路亭にいるはずだ。生き返る前に死体を焼くんだ。あの呪われた炎が落ちてきてからというもの、死者が我々を苦しめている。墓から蘇ることのないよう仮装しなければならないんだ。トリストラムの落日について研究をしに来たんだが、このままではここも旧トリストラムの二の舞だ。ザカラム、我らを見捨てた神々に今一度助けをこう。あんたのためにいい商品を見つけてきたよ。町長が荷車を修理したがってるけど、手を貸してはダメよ。私の兄はこの町を守るために犠牲になったのに、あいつは一人で逃げようとしてるんだから。トリストラムは素晴らしい町だったのに、私たち一家は旧トリストラムの廃墟からこの新しい町が誕生した当初からここに住んでいるの。でも町はすっかり様変わりしてしまった。私たちが涙に濡れながら埋葬した最愛の人々が今では町を脅かしているのよ。あなたがリアだな。流星の落下から生き延びたとランフォードから聞いた。ええ、でも私の叔父のデッカード・ケインが大聖堂の地下に落ちてしまったの。すぐに探そうとしたけど、その時には死者が蘇り始めていて、それで助けを呼びにここに戻ってきたの。でも気をつけて、怪我人の様子が。ひどいもんだ。手を打たないと町が死者に蹂躙されてしまう。そんなことはさせない。町は私が守る。ありがとう。門のところにいるランフォード隊長ならどうすればいいか教えてくれるはずよ。長い間村人たちは呪われた町トリストラムの廃墟のそばに新しい町を起こすことに乗り気ではなかった。しかし時が経ち、大聖堂の宝を目当てにやってきた冒険者たちが成功を収めるようになると、彼らの便宜を図るために新しいトリストラムの町が建てられた。しかし今となってはここを訪れる旅人は少なく、町にはもっぱら職人と農民だけが暮らしている。
16人の兵士のうち生きて戻ってきたのはランフォードだけだ。アカラットよ、我らを助けたまえ。町のために力になれることはあるか。その勇気には敬服するが、ダルティン隊長をはじめ兵たちは皆殺しにされた。私一人が生き残ったのだ。忠告をありがとう。だが私の命日は今日ではない。そうか、あなたなら大丈夫かもしれない。レッチドマザーとクイーンを倒してくれ。奴らが恐怖を撒き散らしているのだ。防壁が攻撃されています。これがレッジとマザーだ。この道の先の廃墟にもまだいるぞ。夫妻はあの後も私と祖母を宿に置いてくれた。もう苦難の時は終わったのね。でもまだ恐ろしい悪夢に悩まされている。そんな夢もいずれ見なくなるといいのだけど、悪夢は日増しに存在感を増しているようだ。底知れぬ才能だ。
ばらくは町も安全だ。旧トリストラム、かつてディアブロが徘徊した地だ。ありがとう、助かったよ。ところで、リアがケインを助け出すと言って聞かないんだ。説得してもらえないか。その必要はない。私がリアに手を貸そう。新たな力を得た。あなたの叔父を助けに行こう。まず大聖堂の鍵を開ける必要があるわ。死者の襲撃を受ける前に衛兵が鍵をかけたの。ランフォード隊長は戦いながらエイドリアの小屋まで撤退したと言っていたから、鍵はそこにあるはずよ。